やばい、なんかめっちゃさ、なんか配信できてるか、なんかめっちゃ微妙な感じの表記出てきたからめっちゃ焦った。なんか謎にできないってなってた。よかった、始まって。おはようございます、おはようございます。ラグあった、いけてる。なんかめっちゃさ、画面真っ暗な状態で始まったからさ、めっちゃびっくりしました。やってしもってたしね、言わないでください。クルトさん、マルヒゲさん、大根さん、リュウさん、トノピさん、ナオチさん、ユウさん、テキサスのノースターさん、カジツさん、眠い朝さん、レモンさん、テキサスのノースターさん、マルヒゲさん、ネコラーメンさん、ナオチさん、クルトさん、ロクさん、カジツさん、ユウさん、ロペさん、リナさん、ナオチさん、ネコラーメンさん、ヒロシさん、チキンナンバさん、ユウさん、コウジさん、マイセンさん、ユウさん、レモンさん、マサキングさん、マイセンさん、コウジさん、ミクチャさん、ネコラーメンさん、コウジさん、タツロさん、ユウさん、ウララさん、コウジさん、ビレイちゃん、ニックさん、クロモンタさん、ウシさん、マイセンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、みんないっぱいありがとう。ちょっと待って、開かないんだけど。あ、開かない。あかん。え、開かない、開かないっていうか取れない。何やってると思いますか。リップ開けてます。ちょっともうほんまに今日時間なくって、結局メイクできなくって、だからほんまに今日もガチガチで何もしてないから、ちょっと顔の色薄すぎて、ちょっとメイクはもうしないけどリップだけ塗りたい。白兄さん、ビレイちゃん、ゆうじさん、まいせんさん、クロモンタさん、たのぶちゃさん、よしさん、バルボッサよりアミルン推しさん、タボさん、ゆうじさん、ドクパパさん、和弘さん、ケンイチさん、トムさん、クロモンタさん、キャノンブレさん、たのぶちゃさん、ロクさん、通勤休校通過駅さん、おののさん、ドクパパさん、かずみやさん、ありがとうございます。なおさん、リンボスター、ありがとうございます。ありがとう。かずみやさん、のむさん、ありがとうございます。なおさん、もう一個ありがとう。ありがとうございます。とくちゃん、かわいい、ありがとうございます。これさ、初号機がパーしてる。ずっと気になってた。タッチューさん、カフさん、ほしくん、あ、桜田ファミリアになってる、ありがとうございます。 AB さん、カフさん、ユウさん、クルトさん、ありがとうございます。ノージーさん、かわいい、ありがとうございます。これ開きました。嬉しい。あ、嘘、開いてないわ。あ、開きました、よかった。マジで顔色がないので、ヤルーザさん、カフさん、マサヤカさん、ノースフライトさん、炭酸せんべいさん、ニックさん、鉄板さん、マイセンさん、ノムさん、ありがとうございます。カズノリさん、かわいい、ありがとうございます。イエーイ。ありがとう。アワオさん、ニックさん、テンパさん、鉄板さん、アワオさん、ありがとうございます。ノーシーさん、ラブレターありがとう。サンキュー、ありがとうございます。ナオさん、かわいい、ありがとうございます。タツさん、ありがとう。顔色ないからちょっとリップ塗ります。ガチガチ新品。ガチの新品です。コマリ、ありがとうございます。びっくりした。びっくりした、ありがとうございます。わー、やったやった。流れ、わがままな流れ星をうろ覚えで歌ってたら1位になった。ありがとうございます。この調子で頑張りましょう。ありがとう。ありがとうございます。びっくりした。ありがとう、みんな。ロマネックさん、ヤマトシさん、ヨッチさん、チキンナマさん、ミケネモさん、カチーミンさん、ミッチさん、トミーさん、ユッキーさん、ミケネコさん、小型小屋、およもこさん、ハルさん、カルさん、おやもこさん、ありがとうございます。福田さん、B
びっくりハートさんありがとうございます。のーしんさんレインボースターありがとうございます。ありがとうすごい結婚してがバババババってなったたつさんありがとうございます。星ありがとう。しんたかさん、いたるっちさん、ラザさん、あさかちゃん、おやもこさん、かるさん、トミーさん、テンパさん、ルイさん、ギリギリさん、高倉さん、ニーノさん、ラクロウさん、ソーサバナさん、ケイさん、あさかちゃんありがとうございます。かずのりさん、待ってたよ、ありがとうございます。お待たせしましたガチのお待たせやなありがとうございます。チキンナンバさん、頑張った、パンパカパン、ありがとうございます。あー、ありがとう。広角したらさ、顔の薄さ、さちょっとあんま分かんなくない、ほぼ顔見えてないけど勝則さん、ライブさん、ギリギリさん、リュウジさん、ヒデヒデさん、ありがとうございます。結婚してタツさん、ありがとうございますさっきのやつ、ありがとうリュウジさん、ヒデヒデさん、レッドさん、ありがとうございます。ヒロシさん、ありがとうございます。ナオさん、尊い、ありがとうございます。尊いフニーさん、ベクスさん、ヨッチさん、アサカちゃん、福山のタコさん、チーズさん、ありがとうございます。ありがとう。そのまま最終日まで気を抜かず頑張ってね、ありがとうございます。皆さん一緒に頑張ってくれたら嬉しいです昨日もわがままの流れ星歌ってた1位になったよね。この歌な歌ったらなすごいなあーマジでびっくりした、さっき髪の毛染めてる、いいな、私も染めたいですね何時まで、あ、書いてなかった、8時までです。やばいやばい、なんで、で夜の1個前を伸ばそうかな。こんばんは、フニーさん、コウジさん、ヒロシさん、サクピョン、タコヤマさん、ナカちゃんさん、タボさん、カズヤさん、ユウくんさん、福山のタコさん、クニアさん、ありがとうございます。八期生大好き、ありがとうございます。八期生のことをみんな好きになってくださいめっちゃお腹すいた、毎回さ配信の時お腹すいたって言ってる気がする。この時間ってさ、皆さんどうですか、その見やすいですか、配信みんな的には気になるこんばんは、ゴールデンタイムやから見やすい。あーなんか公園行ってる方は被るかなって思って、そうでもそっか、お仕事とか終わってる時間なんかな、残業なかったみたい、偉い、なんかほんまに社会人してる方みんなほんまに立派やと思う。やかなんかみんなが普段どういう生活してるんか気になる。やかめっちゃ教えてほしい、お話書いて教えて今日任天堂スターです、スター探しに来ました。あった、見つけた、気になる、8期生大好き、やった8期生のことみんなのこと好きになってな。前髪の調子良きですね、ちょっとね前髪だけ巻いた、ちょっと薄ピン、顔薄すぎて前髪とリップ塗らないと顔が本当に薄い。いくちさんありがとうございますあやぴょんが出ない、公園には行かないよ。じゃあしばらく公園入れてないんじゃないですか、まだ仕事中。大変や、ほんまにありがとう、公園じゃないお仕事しながら見てくれてありがとう。レータありがとう、カニパンさんお花ありがとう。社会人よりアイドルがすごいと思うよ、いやなんかお互い違う凄さがあるよなって思う。フニーさん、マサスさん、カツオさん、ヒロさんありがとうございます。いやすごい、なんかさ結構不定期だからなんて言ったらいいんやろ、まあ、例えば月火水木金土日朝何時出勤して夜何時に退社みたいな、なんか多分普通の
社会、会社、会社は多分決まってますよね。なんかマジで日によって多分違うからなんとも言えないけど、なんか日によって違うから、だからなんか毎日その生活を続けていってる社会人の方ってめっちゃすごいなって思う。まっちゃんさん、みのるさん、はるさん、しんたかさん、しまじょうさん、てんぱさん、ジェフさん、なかいぬさん、かわうそさん、ありがとうございます。ありがとう。マジでみんなすごい。39度の熱上げながら今見てる直前、あの、ね、寝た方がいいよ大丈夫ですかえ、やばいな。大事に、あの寝てください。え、お大事に。なんか体調不良めっちゃ流行ってますよね。まあ、お大事にね大変や。ルーティンワークじゃないと曜日感覚になりません。曜日感覚全然なくって、あの毎週水曜日のチェンソーマンの更新でなんとか水曜日だけは認識してるっていう感じですね。あと2回公演やったら、あ、水曜日だから土日なんやってなります。そんぐらいほんまに予備感覚はマジでないかも今日もキュート、ありがとうございます。今日はあんまキュートじゃないけどありがとう、そういう風に見えてくれてるけど中犬さん、ソーサナナさん、ミートポテトさん、リュウポンさん、ジェンさん、ありがとうございます。中犬さん、ナンさん、ヤーさん、ありがとうございます。カノノミさん、クリームをありがとうございますありがとう。ザンさん、ダイナイさん、ありがとうございます。毎朝出勤をね、37年、長い、すごっ。ソーサマナさん、コウジさん、ありがとう、こんばんは。トモヒコさん、ありがとうございます。マイセンさん、ヤさん、ありがとうございます。こんばんは。ナイカさんと赤でも直せると聞きました。いや、もうそりゃね、直せますよ。でもマジでさ、気をつけてね。なんか体調不良なんか流行ってる気がする。カズヤさん、クマ、ありがとうございます。ありがとう、困った困ったありがとうございます。犬の気持ちさん、ありがとうございます。犬の気持ち、面白い名前犬な、飼ったことないからわかんない、怖い。お腹すいたとか思うのかな、ワンちゃんって。でも可愛いよな。 SNS で犬の写真を見るのは好きなんですけど、怖いから遠くから眺めたい伊蔵さん、はるちゃん、ありがとうございます。やすさん、可愛い、ありがとうございます。ストレンジャーさん、若丸さん、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。ポニーさん、ミノルさん、ありがとうございます。お腹空いたアピールする犬はそうなんですか。めっちゃ寝っ転がるとか、ちょっと髪の毛がめっちゃパキパキ。伊藤さん、新高さん、ありがとうございます。今日めっちゃ髪の毛をうねってる、てか髪めっちゃ伸びた。なんかさ、前までさ、私すごい髪染めたかったんですけど、なんか最近ここまで、私多分全部ね、地毛に生え変わったんですよ、毛が。だからさ、なんかさ、その綺麗にさなった毛をさまた染めるのちょっとさ、ためらってるの今どうしようって。勝手に染めていいかどうかなんか話は別としてさ、髪を染めたかったけど、前より染めたいっていう気持ちがなくなってきちゃって、そう、何を言ってるのって感じやけどめっちゃ髪抜けた若丸さん、ポニーさん、カニパンさん、てんちゃんさん、てんさん、ごめんなさい、ゆうじさん、てんさん、しんたかさん、あ、ハングル読めない、アニュハセヨ、リオさん、ヤスさん、若丸さん、ジーメさん、福島和彦さん、アッキーさん、テンパさん、土偶さん、パンチョさん、ミニーさん、
ありがとうございます。加入前の髪がなくなったっていうか、あの髪を染めてた時は私このぐらいまで地毛生えてたんですけど、もう今毛先まで多分地毛になって、で切ったりしてるから、その染めた時の毛はもう多分ないんですよ、ほぼ。だからもうこれとかも生え変わった毛やからさ、そう、どうしようって思ってそう、なんか今のまんまか。でも黒髪あんま似合ってないからなって思ってるけど、この前その髪を染めたいみたいな話をなんかした時は、なんか染めたら普通、なんか彩香が染めたら普通になる気がするみたいな言われて、なんか黒の方が特別感あるよなみたいな感じで言ってもらって、どうしようって。そう、でもどうしようかなって。ダークブラウンとかもね、そう、なんかちょっとね、ビスさんに相談しようね、これ受かったらね相談したいねそう、でも今日まあなんかいろいろ話してたんですけど、今のオーディションはほんまに予選突破しないと話、あのなんて言ったらいいやろ、そもそもそのそういう仕事がレギュラーモデルにはなれないので、まずは予選がね大事やから、まあその後ですね、渚さんの卒コン、あーそう、まあ、わかんないんですよね、なんかまあ多分の後に発表されるんじゃないかなし、白髪じゃないよな絶対読み方、白髪とか金髪で特別かな、金髪やったらめっちゃ、でも一回はやってみたいよな、けど似合わなそうやし、もうなんかもう二十歳超えちゃったからっていうのは正直あるこれって予選なんですか？そう、予選なんです、これ。そう、予選なのでまずは予選を勝たないと決勝に行けないっていうシステムなんですよ。多分は知らん方もおったかもしれないんですけど、あの今は予選1でやってて、で予選1、予選2、予選3、予選4って予選が4個あるんですね。で私が今出てるのは予選1で、あの予選4個あるごとに上位2のみが決勝に行けるんですよ。でその4ブロックに分かれてる各決勝進出者、各配信イベントの上位2位の人たちで決勝戦があるんですよ。そう、なのでこれが終わった後はそう決勝戦があって、その決勝8人でやるんですけど、決勝の決勝の8人の上位3位のみがあれに行けるんですよね、あの最終審査に行けるので、決勝予選はほんまに大前提で、決勝の上位3位にならなきゃ最終面接に行けないので、レギュラーモデルさんにはなれないんですよ。で前やった時は決勝の上位8名中の私は4位だったので、最終審査に行くことができなかったので、めちゃめちゃ悔しい思いをしましたなのでそうですね、今予選なのでまずここを隠さないと先に進めないっていうのはありますね。そうっていうのがあるんです。なので予選はまず突破したいので頑張りますそうなんですよ。そうでもなんかやっぱファッションのお仕事したいので、ここで勝ち進んでいかなきゃなーっていうのはありますね、今後のことを考えて。4位が一番悔しかったし、なんかしかも3位と4位でこうなってたのがね悔しかったかな、めっちゃ泣いたもん、なんか配信終わった後もあったな
ことがありました。ごめん、めっちゃ投げてくれてたのに読めてなかった。チャンピオさん、シンタカさん、ライタさん、フレンドちゃん、リオさん、マリノコウジキミットさん、チャンピオさん、ヨシカ、ヨシカナさん、焼きそばさん、ラムちゃんさん、ブルーノートさん、アツイさん、ユウカちゃん、ナオさん、ファイト、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。ハマーンさん、レイさん、ゆきみ大福さん、シンタカさん、さまよい猫さん、カスヤさん、カチーミーさん、ノリテツさん、オケイさん、ブルーノートさん、ワイチさん、ノリテツさん、チキンナンバさん、ポテマさん、ありがとうございます。大根さん、マー君さん、ギジさん、マネマンさん、ありがとうございます。ミニーさん、クマ、ありがとうございます、ありがとう。困った困った。ちょ、小声バージョンで。ありがとう、ミニーさん、ありがとうございます。ナオッチさん、ヒデンさん、福山の徳さん、テンパさん、ビュンさん、パンチさん、ヒデンさん、ありがとうございます。カズヤさん、ファイト、ありがとうございます。カイリさん、あーちゃんさん、キノッピさん、あーちゃんさん、桜だやかしか愛せないさん、ナオッチさん、ありがとうございます。決勝で年ビー同士競うのは、ね、嫌です、めっちゃ、ほんまに。もう辛いもんね。そう、そう、最終枠の時、ももかさんが連絡くださって、めっちゃ心強かったですね。そう、でもなんか何回もなんか、なんて言ったらいいんやろ、あ、でもなんかそういうファッションのお仕事をしたいっていうふう、ちょっとあんまりうまくまとまらないからやめよう。ちょっとなんか語弊生みそうっていうのはある。ゆうかちゃん、あーちゃんさん、マネマンさん、ありがとうございます。かいりさん、ありがとうございます。だから配信イベントももう去年のが嫌すぎて出るの迷ってたけどって感じ。ここ電話かかってきた。泣くの、泣いてない。でも、なんか予選1で出るの正直ちょっとなんか今がちょっと忙しいからし、なんかもうちょっとタイミングを考えたいって言ったけど、でもなんかめっちゃメンバーとかもめっちゃ、昨日マコとかめっちゃ協力してくれたりとかしてるから、よし、やっぱみんなにも負担かけてるから。っていうのはありますね。ゆうかちゃん、マネワンさん、カイリさん、はじめましてさん、ハマーンさん、
熊吉さん、ありがとうございます。まほろばさん、ちいこさん、さやえんどうさん、ロバートさん、スライムさん、ありがとうございます。あー、応援してきました、ありがとう。そう、何回もチャンスあるわけじゃないからあれなんですけど、うん、なんか何とも言えん。あかな、ちょっとすいません、めっちゃあんま喋れてないと。なんかちょっとさっきから髪が抜けすぎててちょっとやばい。めっちゃ髪めっちゃ抜けていくんやけど、さっきから。さやえんどうさん、ロバートさん、スライムさん、のりてつさん、タボさん、アキラサッカーラブさん、ヨッシーさん、スライムさん、マッチさん、イツミッチーさん、チャミさん、マッチさん、アキラサッカーラブさん、奈良のちっちゃいおっちゃん、ありがとうございます。はい、ヤッサンさん、ハイトン、ありがとうございます。マッチさん、ロバートさん、トミーさん、ヨシモンさん、ありがとうございます。炭酸せんべいさん、ありがとうございます。ありがとう。トクちゃん、ファイト、ありがとうございます。カエコちゃん、タボさん、イズミッチーさん、カエコちゃん、奈良のちっちゃいおっちゃん、クマキチさん、キングキャメロンさん、アリサさん、ナッチさん、ロバートさん、味方町さん、キノッピさん、ポンツさん、ヒロさん、コウジさん、ソルトさん、味方町さん、ニーノさん、トミーさん、マーさん、ありがとうございます。マイセイさん、ファイト、ありがとうございます。アサカちゃん、コウジさん、味方町さん、ソルトさん、タツさん、ありがとうございます。ありがとう。カズノリさん、ありがとう。ちょっとなんか今日は語彙力がないのであんま変なこと言わないでおきます。でもなんか私はただ掲載されて終わりじゃなくて、なんかその先に行きたいのでっていうのはあるかな。いや、なんかルームスで話した方が良さげやけど。ねっぴょん、よっちよっちやって、眉毛かゆい。ちょっとなんか近いうちルームスします。タチさん、コウジさん、カズノリさん、小粋なサトくんさん、ハマーンさん、リョウヘイさん、カッチャさん、味方町さん、トノピさん、ありがとうございます。カッチャさん、ファイト、ありがとう。ありがとうございます。トノピさん、ファイト、ありがとうございます。やばい、なんか過去一くらい配信になっちゃったんだけど、めっちゃごめんなさい。なおさん、ありがとうございます。チキンナマさん、ありがとうございます。あー、こんな時できない。困ったね。ありがとうございます。ともひこさん、ありがとう。待ってたよ、ありがとうございます。どんどこばんわんさん、はまんさん、高倉さん、奈々のちっちゃいおちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。珍しいお水飲んでる。え？そう？結構メンバーさん飲んでるけどな。
もみんな絶対大変なのに、なんかこの時期特に大変やから、だからそれでもめっちゃ配信来てくれたりするのはありがたいですね。なんかそれでやっぱ結構悩んでたんで、でもなんか今日話しててスタッフさんと、なんかまずは今ここ勝たないと話にならないから、ティッシュがあっちになるから、あーやばいっていうのある。あ、 SMS 認証してない方 SMS 認証お願いします。マジでお願いします。それは一番大事、まず最初に大事、それはお願いします。それじゃん大事。なんかショールームイベントの大変大変やと思う。こう見る人も大変やと思うかな。とりあえずみんな、うん。ミリーさん、キノッピさん、スマホが一番さん、パンチョさん、ありがとうございます。はるちゃん、ありがとう。炭酸せんべいさん、ありがとうございます。こんばんはやばい、もう声出なくなってきちゃった。まあでも、うん、うん、難しいですね。まあでも、はい、やばい、マジでごめんなさい。なんか今日めっちゃ暗いよな。今日の私めっちゃ暗いと思うから、ちょっと終わったら一回寝ます。なちさん、ファイト、ありがとうございます。HK さん、よしもんさん、みのるさん、はねさん、つら、かわいすぎてさん、ありがとうございます。ゆうかちゃん、くま、ありがとう。ありがとうございます。なんかめっちゃ、すいません。ちゃんと起きてね。起きます。なんか次の枠は、10分ちょっと伸ばします。鼻詰まってきたどうしよう。HK さん、ソソさん、トミーさん、ありがとうございます。ハイピョン笑った、顔になり笑ってるありがとうございます。笑っときます。いつもなんかヘラヘラしてるんでヘラヘラしときますなんか泣きたくないのに泣いちゃう性格やから、めっちゃもうやだ。全然泣きたくないんですよね、本当は。めっちゃ泣いちゃう人やから、あやかさん、マジでさ、めっちゃ泣き虫なんですけど、本当になんか感受性激しすぎて、なんかやっぱちょっと感動する系の歌聞いたら号泣しちゃうんですよね。だからあんま
ちょっと激しいんですよ、この涙がほんまに。だからすいません、本当にマジで配信中泣きたくないのに。一回ちょっとランキング読みたいけど、こんな状態で読むのめっちゃ嫌や。めっちゃ嫌や。超ごめんなんだけど。まあ、ありがとう、みんな、ゆうゆうさん尊い、ありがとう。でもあと2日あるから。で、ね、頑張らないとあれですね。とりあえずまずは予選突破して決勝も頑張ります。じゃあちょっとランキング読みます。13位キンキン、ありがとうございます。12位トクちゃん、ありがとうございます。11位ヤマトシさん、ありがとうございます。10位炭酸せんべいさん、ありがとうございます。9位マイセンさん、ありがとうございます。8位ヤさん、ありがとうございます。7位マホロバさん、ありがとうございます。6位カセヤさん、ありがとうございます。5位チキン南波さん、ありがとうございます。4位タツさん、ありがとうございます。3位ノアシンさん、ありがとうございます。2位ナオさん、ありがとうございます。1位カズノリさん、ありがとうございます。とにかくありがとうございました。ちょっと、まあ、あと2分あるんであれなんですけど、なんか一回さ、早くマジでさ、さ、米津玄師さんのさ、レモンがさめっちゃ流行ってた時にさ、友達がカラオケそれ歌っててさ、歌詞見てめっちゃ泣いて周りドン引かせたことあるから、マジで超泣き虫やから、なんかごめんって感じ。めっちゃお疲れ、ありがとうございます。また次の配信も邪魔すんで、はなんかこれは邪魔すんなら帰ってって言いたいけど、遊びに来てね。なんかやりたいな、なんかできることあるかな、配信なんかやりたいな。なんかちょっと企画やりたいんですけど、また考えます。ということで